まあだから本当ご主人ね、優柔不断なこと言っちゃダメよ、うん、もうねここはもう一つ男なんだから、うん、ガチッと決めて、それでそうじゃなきゃもう、ね、反論、反論とかそのまあ疑問もないんだから、あとはあれだよ、奥さんも男としてさ、我が家はもうそれで一年少子で行くんだからいいなって、このくらいの覚悟の勢いですよ。少しは一生に一回そういう男を見せると。でね、もう本当に明日にでもお母さんと一緒に、あ、お姉ちゃんと一緒にあのお寺に行くぐらいのね、あ、そのくらいのこう、喫緊の課題ですからね、お願いします、よろしくお願いしますよ。はい、じゃあ参りましょう。お盆にはね、お墓参りできるような形に私はね、うん、手をちゃんと明日行く、いろんなことを言っておられても、まあ、一応ちゃんとはっきりさせるって、うん、明日行くやったら、もう今日困るで、うん、話聞け、じゃあしたらまた連絡する、うんうんうん、男を見せてくださいよ、あの信じてますからね。でもあのちゃんと元気で、ほいであの子供たちだから、あのあれよ、先祖供養と、で自分の健康と家族の健康と、さっき言ってもう大体分かりそうな何を、え、なんか、うん、いや今喋るよって言うたこと全く想像がついた、あおばちゃんが言うたこと、ね、うん、何を、まあ、それは嫌だな、それは分からんよ、だから聞かへんし、もう戻る気はない、帰る気はないこそ偽本尊じゃけん、早く帰った方がいいんじゃけどね、ちゃんとこは見たすげえかなんだけん、そんなに影響はないけど、一時、まあ、自動レジャーもあれしなかったけど、あの体悪くなってからまた学会活動頑張りだしたやろ、頑張っとらへんけど、うん、まあ、昔に比べたら頑張れた人、座談会ぐらいは出るようになったそうそうそう、あの体悪くなってから、あ、そうそうそう、うん、ほいで息子があのあれだけ学会のことを批判しとったのになんで急に変わるんやって、あ、そう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 、 あれだけ言うとってなんで言うとことだと今現在ちゃうやないかい、息子が最近言ったことあって不信感持っとったね、あれでね、いや、あのちょっと気になって聞きたかったんだけど、あの破門されてから日研修って私らもう宗門が腐敗しとるとかっていうのをずっと聞かされてきとるじゃん、そこに対しては大丈夫な、なんか思うことないの、だから日研のやつはその一部分しか僕は見てないからな、うん、何でも僕は大体 100% 人の話ってほんまにってほとんどないからな、うん、まあそういう客観的な、よっから冷静な目で見とるから 100% 何でも僕は信じとるわけじゃないから、うん、まあいわばあの学会側に流れ等とかその話では日経の悪いところだけしか映ってへん、うん、からそこしか知らんけどさ、うんうんうん、そういう風なところだけ見せられとったらそういう風に思うやろし、うん、だから真実は分からない、うん、だから今そうイメージ的にはさ、うん、あの例えばさっきみたいに小本堂壊したけど、うん、だからそういうなんで学会の方ではボロカスにガーッとこういう割り合っちゃうみたいな感じで、うん、ガーッとこのあの会合でも流れとやんか、うん、ほんならそんなことをずーっと言いて聞かないとって学会の同様で会合の中でそういうこと言われるとな、うん、100% 死にたまえ、ね、人間の心にいた、ね、あのオム心境はそうね、そこの場でそういうこと言われると、うん、その脳が洗脳されるような何でもそうやけど、あの要するに何か仕事で言うたらあの商売で言うたらあれやんか、あの何かな、何かな、霊感商法、霊感商法がそれや、あ、はあ、その場でガーッと話して、うん、お金が儲かるぞってうわーっとなると そうなってまうんや、最初はそうじゃなかった、最初は反発しちゃったって、だから学会でも会合でうわーっと頑張るぞって、尺頑張るぞってそういう場におったらなってまうんやな、うん、
洗脳されてもらう、ガーッと周りがガーッとこうなっていったら、まあ何もされたら、だからそれで信じて戻るから、よっからなんやかんやって言うほど、学会の人は多分、かたくなになっていくはずや。そうか。それ信じとんやもんな。だから、じゃあもうそうやろ。それで自分が信じしてきたんやから、おふくろも、おふくろはもうどんなこと言ったか言ったら、お寺と別れた時におふくろは、倒幕用がないなって助かったって言って。おばあちゃん、楽でええわ、子供を取っ払おうって学会がええって言ったからええわ、学会がこのいらんって言ったら紛れ起こしもってええわ、まあそういう考えなんだ。まあ学会の言うこと全部おばあちゃんも信じとったもんね。じゃあ何でも、いや僕の場合は極端やって何でも入ったらはいはい、小説書いたらなんぼど、学会に関してやったらもう何ぼでも金使えよと言われたら、はい言うて、何でも金使えよ。みじんも疑ってなかった、おばあちゃん。それを見た親父は、ものすごく怒った。そのたびに怒ってないって。気が狂うように怒ったやろ。これは、お前はそこまで頑張るんだって、学会は潰れるわけでもないんだって。公明党が固いわけでもないんやろ。お前がそこまで、お前みたいな体が悪いやつは頑張ることがないって。おばあちゃんは自分の体を治したいから頑張りよったんやろうけどね。親父にしたらな。それで、だから政教新聞も、あんな新聞なんか一家に一部あればいいけど、学会に行ったら、何でも数やから、社区でも数、政教新聞でも数やから、選挙でも数やから、一家に3分も4分も取り寄ったわけや。おばあちゃんも7分ぐらい取り寄ったよ、ほんならそれを見た親父はまた気が狂うて、怒ってもてるな。頭を叩くし、おふくろ。ほいで、ほいでもまだやめんと、こう、おふくろ頑張りよったけど、ほいでもう、親父も、お兄さんと相談して、わしは別れし、離婚するいうところまで行っちゃったんやろ。でも一回でも戻っとったんやろ、だけど、まあ、お兄さんが辛抱せい、分かったれって言って言ったんや。その時、新人一生懸命やるような人間に悪いのはおらんとか言って、まあ離婚は やめとけみたいな、分かったれ、そんなことやったんや。入っとったけど、そのあれだったじゃん、事故に遭ったから、おばあちゃんが骨折したかなんかで戻ってきた。おばあちゃん、あれ何やった、消防車にぶつかった。消防車にぶつかった。はねられてリウマチの上に骨折がもう2、3回ぐらい骨折が続いたやん。もう骨がさ、からカスカス仮装するときは骨がなかったよ。カルシウムは全部奪われてる。そうなっちゃうんだ。で、それでもう別れる、帰っとったけど、そのおばあちゃんが事故に遭ったから帰って、気がある絵にして帰ってきて、手術せなあかんとかなんとかかんとかで、それで帰ってきて、事故を免れた。ね、確か。だからそれが変則薬だったよね。でもそれね、今のそのもしおばあちゃんがね、その倒幕用なんかもうなくて清々したなんて言ってたとすればね、まさにさっきのお寮と医療の例え通りだよ。法華経を絶対かかんなんて言ってたのが、あっち行ってみたら、なんちゅうバチられたようなことを言ってたんだって今おばあちゃん思ってるよ。だからこっちは唯一、逆に言うとおばあちゃんが倒幕用否定したがゆえに、何よりも先に正しい倒幕をして、それを送ってあげることだからね。それが一番のエコーだよ。よかったって自分の間違ったこと言い残して死んじゃったんだけど、よかった気がついてくれて、アメちゃん。大阪人か、こら。ご出身で。いや、でも、あれやろ、ほんま。そうそう、まあ、あとはお父さんのね、勇気、英断を期待しましょう。ね。